テレビ学園チャンネル。こんにちは。さあ始まりました西部学園チャンネル、今日も楽しくやっていきましょうということですね。本日はですね、1月に行われますラブミュージック東京大会にですね出場する、生徒たちにインタビューしていこうということでですね、今日はですね即可暇の皆さんに来てもらってます。よろしくお願いします。はい、まずは本戦出場おめでとうございます。ありがとうございます。僕ちょっと思ったんですけど、はい、そっか暇のメンバーって5人じゃなかったでしたっけ。5人ですね、うん、そうです。まあ1人本当申し訳ないんですけど、うん、体調不良で。あ、体調不良ね、うん、でもう1人なんですけど、うんうん、夢の国に出かけていきまして。いやいや、ちょっと待って、全然暇の日じゃないじゃん全然暇じゃないじゃん。意外と多忙おいおい、今日揃えてくれよまあ本当申し訳ないです西美学園では個別相談会を実施しています。ホームページから予約できますのでチェックしてください。じゃあ、そっか暇の皆さん自己紹介の方じゃあよろしくお願いします。はい、そっか暇の間正人です。そっか暇の日響です。そっか暇の家海星です。残り2人は言ってることで、はい、じゃあこちらの方に移しておきますか。はい、じゃあいろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、じゃあリーダーはどなたですか。僕です。あ、マサト君。はい、じゃあマサト君、このメンバーをこう集めようと思ったきっかけというかあったんですか。実を言うと、うん、すごくなんとなくで集めたメンバーでドラムとはいつも3年間やってきたんで。響とは3年間。はい、あ、じゃあマサトと響は3年生。はい、そうですね。なるほど。残り3人は2年生です。おー、じゃあ海星含むあとの2人は2年生。そうですね。こう、まあ、じゃあ学年分かれてるんですね。はい、でそれでマサトがこうラブミュージック出ようかなみたいな感じで、はい、あと響か、響が出ようかなと思って、じゃああとのメンバーどうするっていう形で。そうですね、うん、出たいな、でもメンバーいないな、うん、じゃあこいつら集めよう。おお、なるほど、なるほど。出て今です。はあ、なるほど。じゃあそれで練習して。はい、海星、何、先輩たちは仲いいの。はい、仲いい。あ、仲いいんだ、はい、じゃあ別にもう誘われたら出ようみたいな感じで思ってたんだ。はい、響も全然もう後輩とは仲いい感じで。全然仲いい。はい、なるほど。まあ今マサトこうなんかこうライブ出たいなと思って集めたメンバーって言ってたけど、まあもともとみんな仲いいっていう形だったんだけど、なんかこうライブに出て、なんかこうライブに出るまでのこの練習とかの中でのなんかこうエピソードみたいなのありますか。なんかエピソード、うん、ちょっと濃すぎて一個一個説明する余裕はない、うん、ないない。まあちょっとじゃあ一個だけ教えてもらっていいの。一個なんかあった、ちょっと他から聞いていいですか。ああいう、じゃあ海星なんかあった。そうですか。ああ無茶振りする。無茶振り、うん、頭真っ白し、頭真っ白だった振られるとは思わなかった、はい、うん、なんかあった。なんだろう、なかったんじゃないのなんて言うんですかね、うん、その本番前にいろいろ詰め込んで、あ、はいはいはい、意外と数ヶ月前から練習はしてたんです、うん、はいはいはい、なんで練習中、うん、ほとんど完璧すぎて、おおおお、薄いっていうか。ああ、なるほどね。完璧すぎて逆に、逆にね、みんなもう仕上がってたんだ、うん、そうです。ライブまでに。で数週間前になって、うん、音楽講師の方から、うん、もっとこうした方が盛り上がるよ。なるほど、そうですよね。あ、そういうアドバイスをもらって。そうです。じゃあそこからまたみんなで一致団結していったみたいな感じですね。そうです。じゃあね、そっか暇のメンバーはなんでこう音楽をこう始めたのかっていうのをちょっと聞いてみようかなと思うんですけど、じゃあ海星から。はい、うん、なんで音楽を始めたの。邦楽の影響です。あ、邦楽。はい、あ、邦楽ね。こうもう音楽ね。そうです。音楽を聴いてて、もう自分もやりたいなと思って。はい、俺も弾けたいって。あ、弾けたくなったわけね。はい、で、西美学園ね、弾ける環境あるからね、音楽でね。はい、ありますから。そんな感じです。おー、そんな感じね。はい、じゃあ響きは。中学校の頃からドラムやりたいなっていうのはずっと思ってたんですけど。なるほど、なるほど。そう、器具がいかんせんなくて、はい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 、でオープンスクールの時に来て、ドラムあるやんってことに入って、そこそこで決めて入ってドラムやってました。もう学校はこの西美学園に入ったきっかけはもう学校にドラムがあったから。ドラムがあったから本当にそこに決めたみたいな。ってことは何、響き高校からドラム始めたの。ここからです。お前すげえなお前って言っちゃったけど、めちゃめちゃ上手いですから彼。すげえ。マサト、僕は正直楽器興味なくて、うん、興味なかったの。はい、でちょっと始めたきっかけがちょっと、うんうん、当時付き合ってた彼女がいて、うんうん、
ちょっとかっこいいとこ見せたいなって僕が。かっこつけか。かっこつけで始めます。かっこつけで始めた。モテたくて。それね、高校生。高校生です。おー、いいね。ちょっとそれ以上聞かないようにしようかなと思うんですけども、そこからもう今ね、これだけ沸かせるような感じになってるっていう形ですね。皆さんいろいろ他の2人もまあそれぞれ楽器始めたきっかけはあるのかな多分、うん、はい、あれベースの翼くんだっけ今日いないけど。そうです。翼くんなんかはまだ初めて何ヶ月だ。1年も経ってない。1年経ってないよね。そうですね、うん、はあ、それであのパフォーマンスなんかライブ映えするよね彼もね、うん、まあ今日いないんですけどね、はい、夢の国に夢の国ね、はい、忙しいね暇じゃなくなる。暇じゃないね。バンド名変えた方がいい。まあ多忙。そう。まあ忙しい。まあ忙しいに変えた方がいい。じゃあやっぱこの5人ね。5人はやっぱりこうマサトと響がやっぱ3年生っていうことで、うん、まあ海星たちはまだもう1年あると思うんだけど、まあこのバンドでラブミュージックに出るのってこの東京大会ね、年に1回しか今のところないので、はい、まあ、出るのってやっぱこう最後だと思うんですけど、やっぱまあそこについてやっぱりこうなんか最後の思い出じゃないけど、この大会こうまあラストのライブだと思うのよ、こういう大きな大会に出るっていうのは最後だと思うんだけど、まあリーダーとしてこうどうですか。いやちょっと、うん、もっとやっていたいっていうのはありますね。やっぱりそれは本音、ね、響きも。そうですね。海星も。うん。まあそうだよね。まあ二人も卒業しちゃうからね、うん。だからこそやっぱりこの東京大会なんかこう最高の思い出というか、なんかそっか暇のらしくね、なんかこう最高のパフォーマンスしてもらいたいなっていうのを思いますね。俺ららしく。はい、じゃあ最後にですね、そっか暇の、皆さんにですね意気込みを聞いてみたいなと思うんですけど、じゃあ、リーダーのマサトからよろしくお願いします。はい、うん、まあ、高校最後の大きい舞台なんで、うん、まあ、全力でやるのもそうですし、うん、やっぱ自分たちも楽しみながらお客さんにも楽しんでいただけたらなって、まあ、それプラス、うん、まあ、ついでじゃないですけど、うんうん、一番になれた。お、いいじゃないですか。いや一番目指しましょうよ、うんうん、せっかくこういうチャンスがあるしね。そうですね、うん、最後やっぱ一番取って終わりたい。いいね、一番最後に呼ばれたしねみんな。そう小山優里ですよ。本当に本当に怖かった。嬉しさ、うん、一番狙いましょう。一番最後に呼ばれたところから一番狙っていこう。じゃあ響き、はい、こうなんでしょうね、うん、なんか見てくれてる人たちも楽しみつつみたいな、うんうん、自分たちも楽しんでミスなくいければ、うん、まあ1位は固いかなって思ってるんで。いいですね。まあミスなくちゃんと楽しめれば優勝です。お、以上です。 いいですね、謙虚ですね、さすがドラマ。じゃあ海星くんは。はい、お客さんと僕たちで一心同体で弾けたいと思います。いいですね。じゃあ他の2人はあのコメント欄に書いてもらおうか、はい、意気込みを ね、あの後のメンバーはあの2人コメント欄に、コメント欄に書いてもらいたいと思います。書いとくよ。整備学園グループ7月学校説明会スタートします。藤原さん、内容の、はい、整備学園の説明が聞けちゃう概要説明、そしてコラボや授業の体験、そして在校生の生の声が聞けちゃう先輩トーク、そして最後には個別相談ができちゃいます。はい、ということでですね、概要欄の方に、お申し込みフォーム貼っておりますので、ぜひ、皆さんですね、そちらからご応募いただければと思います。皆様のご参加お待ちしてます。はい、ということでですね、本日の動画はですね、ラブミュージック東京大会にですね出場するそっか暇のメンバーに来てもらってですね、大会の意気込みとかインタビューをしてきました。ありがとうございました。ありがとうございます。大丈夫ですか、もう皆さん言い残したことはないですか。ないです。はい、ということで1月僕も楽しみにしてるんで、最高のパフォーマンス見せてください。はい、任せてください、はい、よろしくお願いします。あとですね、他のアーティストにもですねこのようにインタビューしていきたいと思いますので、本戦までにですね、ぜひですねこういった動画も楽しみにしていただければなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということですね、本日の整備学園チャンネルは以上になります。この動画が良かったらまずはグッドボタン、そしてですねチャンネル登録をポチッと押してもらって、ベルのマークをポチッと押してください。そしてですね、整備学園グループ各種 SNS もやっておりますので、そちらもぜひチェックお願いします。ということで本日の動画は以上になります。また会いましょう。